はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーのグランツと言いたいところですが、先ほど飲みまして、カリカリ梅をカリッと食べまして、まあいろいろもう酔っ払いまして、もうノリで、ね、行くかということで、ノリです。ノリで行きます。はい、コントロ。もうノリで酔っ払ってまだ飯も食ってないんですけど、今、3月の22日の8時56分、コアントロ行きたいと思います。コアントロですね。コアントロ。はい。1849年創業かどうかは知りません。アルコール度数40度。フランスが原産国。こちらですね。前回じゃねえや。前々回じゃねえけど、だいぶ昔に言ったと思いますが、トリプルセックです。うん。とりあえずカクテル作る人にとって、トリプルセックとは何なのか。っていうのを知らない人間はもう、ググった方がいいと思います。コアントローというのはですね、これ、ホワイトキュラソーなんですが、ホワイトキュラソーと似て非なるもの。ホワイトキュラソーの3倍、辛い。だったっけ？確か、トリプルセックっていうのはトリプル、セックスじゃなくてですね、セックスじゃなくてですね、セックスじゃないですよ。いいですか？うん。トリプルセックというのはですね、いわゆるホワイトキュラソーよりも3倍辛いという意味のリキュールです。つまり、まあ、ホワイトキュラソーより3倍辛いです。わかりましたか？それじゃあ飲んでいきたいと思います。乾杯。まあ、ホワイトキュラソーというのは超甘い。もう俺がね、多分、酒で多分一番甘いじゃないかなっていうぐらい甘いリキュールなんですけど。それの3倍辛いですか。まあ、それなりに、甘くないことを期待して飲んでいきたいと思います。乾杯。もうホワイトキュラソーです。ホワイトキュラソーですね。値段がこれね、1800円ぐらいしました。1700円ぐらいかな。確かに。3倍辛い。というか、甘さが3分の1ぐらいになってるっていうのはわかるんですけど、それでもものすごく甘い。うん。いかにホワイトキュラソーが甘いかっていうのが、わかりますね。でもこれでもロックで飲むのはきついな。いかにホワイトキュラソーが甘いかわかるわ。コアントローがこの甘さですからね。本当にこれ3倍なのか2倍ぐらい。いや、まあ3倍か。甘い。で、オレンジの、皮の香りと味ですね。基本的にオレンジの味はするんちゃするんですけど、それよりも皮を、こう、ガブって食べた、噛んだ時の香りと味に加えて砂糖を加えたような味ですね。
別にオレンジの味っていうよりは、皮に砂糖を塗ったくって、シロップを塗ったくった皮、オレンジの皮を、にかぶりついたような味です。うん。別にオレンジ自体の味は、そんなにしないです。まあ、主に、皮ですね。甘い。甘い。しかもこれ度数40度ですからね。ここまで甘くて度数40度とか。コアントロ。ローでグーります。コアントロ。フランス。フランス産のリキュールの一つ。液色は無色透明。アルコール度数は約40度。エキス分は 27%。創始者、エドゥアール・コアントロが開発し、現在に至るまで開発当時の味を厳密に再現し、コアントロはコアントロ社が製造するホワイトキュラソーの一つである。オレンジの香りとまろやかな甘さが特徴で、そのまま食前と知る。食前酒とするほか、うっそーこれお前食後の、食前の酒にするとかお前。まともに飲めたもんじゃないわ。せいぜいロックで飲むしかないな。他、カクテルや料理、お菓子などに用いられ、氷なので冷やされると、泡く白濁する。氷などで冷やされると淡く白濁する。これは良質のオレンジが使われている証拠であり、コアントローがホワイトキュラソーと言われるゆえんとも言える。スピリッツにビターオレンジとスイートオレンジの果皮、葉、花などに極秘の成分を加えて、香味を抽出したものをさらに蒸留し、シロップやスパイスなどで香味を調整して作る。アルコール度数は約40度。エキス分は 27%、うん。なるほど。いや、3倍はちょっと言い過ぎだで。これ2倍ぐらいだな。トリプルセックとか言うけど。これは2倍ぐらいだな。甘さが。これの2倍が多分、確かに、ホワイトキュラソーに比べると甘くないですね。若干。甘い。さすがに俺、甘いの。甘いウイスキーが好きとかなんとか言うけど、もう比じゃないですね。ウイスキーの3、4倍甘いと言っても過言じゃない。ぐらい甘いです。もうはっきり言って。もう甘いとかいうレベルじゃない。もう砂糖を舐めてる。でもまあ、ホワイトキュラソーはね、砂糖よか甘いと、いわゆるシロップよか甘いぐらいのレベルなんですけど、このコアントロはまあ、砂糖を舐めてる、というかシロップ舐めてるぐらいの甘さですね。うん。まだそれぐらいの甘さではあるんですけど。甘い。とにかく甘い。よくこんな甘さでさらに度数40度とか、もうこれ、カクテル専用かもしくは割る用専用だな。まあでも、オレンジ、柑橘類、
の香りがものすごく濃縮されてますね。これは、これほどまで感じたことがないほど。まあ、って言っても、うん、俺以前に飲んだエルメスのホワイトキュラソーの、まあ甘さが2分の1ぐらいのレベルではあると思うんですけど、そんなに正直わかんないですね。まあこれは、何ですかね。まあやっぱり、まあ度数が40度なのと、やっぱりオレンジの味が濃縮されてるっていうところを考えると、やっぱりね、カクテル向けではある、はあるな。うん。まあ普通のホワイトキュラソーでも大して変わんねえと思うんだけどな。大して変わんねえと思うけども。まあでも、これはロックとかで飲むよりはやっぱり、まあ飲めたもんじゃないんですからね。まあやっぱりカクテルで、いただくのが一番、無難というよりはもう、無難とかいうレベルじゃなく、それで飲みなさいっていうレベル。じゃあ、あえて、ウイスキーと、ティーチャーズ先生と、混ぜてみましょう。よし。まあ、思った以上にあんまり変わんなかった。これさ、多分梅酒とかに合うんじゃない？梅酒の原料としてホワイトキュラソーを使ったらどうなるだろう。少なくとも砂糖はいらない、氷砂糖いらないから、もうこれだけでつけるみたいな感じもありかもしんないですね。甘さが半端ないんで。今年2014年の梅酒は、そうだな、ホワイトキュラソーでつけようかな。コアントロではなく、あえてホワイトキュラソーで。ホワイトキュラソーの方が甘み強いから、氷だと使わなくてもいいし。もういわゆる青梅と、ね、ホワイトキュラソーだけバーって入れて、それだけでもう、しかも度数40度あるから、文句なし、問題なし。ああ、これ一理あるかもな。今年の梅酒作りは、あれだな。ホワイトキュラソーだ。まあ、毎年、俺、青梅じゃない、梅酒作ってますけどもね。去年つけたのが5種類つけたんですけど、ウイスキーか、確かハイニッカつけて、ジンつけて、
で、スピリタスつけて、あと、ブランデーつけて、あと、何つけたんだっけ？ラム酒か。ラム酒つけたんですよね。まあ、今年の7月ぐらいにまた、動画あげますけども。味見の動画ね。1年経ったら、出来上がりですからね。うん。まあ、どうなることやら、って感じですけど。まあ、これはおすすめ。まあ、コアントロおすすめでしょう。うん。これは少なくとも、ロックで飲むとか、ストレートで飲むっていう意味じゃなく、ってですよ。そういう意味ではなく、うん。うん。カクテル的な意味で。2555です。うん。まあ、コクはそんなないでしょう。うん。味に深みというのはあまり感じられない。ですが、まあ、甘みは文句なしの五つ星。香りも文句なし。そして多分、まあ、もう、カクテルの材料としても、味がもう、突出しすぎてる、部類ですね。うん。ということで、ご視聴、Thank you. Thank you. Thank you.